ね。なるほど、人のみならずたくさんの動物ちゃんたちもやってくるということなんですね。でも本当にずっと活動してきましたから、待ちに待ったっていう感じじゃないですか。今の気持ちどうですか？
立派な設備があるということはいろんなところに行ってると思うんですが、ゴールデンウィークちなみにどこか行きました？ゴールデンウィークは室蘭の水族館と行きました。
行きます。新蔵さんからのメッセージ。五郎さん、石狩湾漁協浜松青年部の藤巻です。6月6日までの毎週日曜日朝一やってます。チャリティー浜鍋締めコーナーを用意しています。5月23日6月6日は海産物詰め合わせ抽選会をやってますので、ぜひラジオを聞いてる皆さんも浜松の美味しい魚食べに来てください。待ってます。それから極めとといだから食べてみて。ダメだ、顔が変わってきたな。ダメだ、ダメだ、今来ました。うわぁ、森の雲にひらめの雲だ。こっちはそんな簡単なやつを作っておいたんだよ。もう食べるもんね、新鮮のお魚。いただきます。いただきます。まずは溶いてる。はい、ソイの写真見てください。ここはね、多分、ポン酢もいいね。あ、そうですね。